木村雲とは、競技には、節足動物もんくもつな雲も,もく、原伏雲ハラフシ伏雲かに属する雲の一種ヘプテシーラ木村井の和名、また講義には、モ伏雲か木村雲属ヘプテシーラに属する雲の総称である。腹部に大切の跡がある原始的な雲として有名である。この特徴を持つシ伏雲かの原生種として、日本で初めて発見、記載された。 木村雲族は、キム木村雲の体は、頭胸部と、腹部からなる。頭胸部には、一見すると5体の不足があるように見える。これは、フレシが、不足と同じ形に発達するためである。また、ハサミ角は大きく発達し、これは捕食以外に巣穴を掘る際にも使用される。一般的な、雲類では、腹部は、袋状で、外見状態説構造は見られず、 高単にデイト器官を持つ。原伏雲暗黙に属する木村雲の腹部には、はっきりした大切の跡があり、背面には大切ごとに、やや硬化した聖板が並ぶ。これは、化石種に見られる原始的な形質であり、分類名にある、伏節つ雲の名称の由来である。覆面側には、前方に呼吸器官として2体の諸肺と、中央に長い防水系のデイト突起が7個あり、これらが、 付属紙に期限することがわかりやすい構造になっている。巣の入り口、扉の下に雲の足が見える木村雲は地下に穴を掘って暮らしている。崖地や切通しなど、拉致が急斜面になったところに多い。横向き、または斜め下向きに5から10センチメートル程度の穴を、掘り巣を作る。巣穴の入り口に糸で蓋を作り、巣穴の上部に扉のようにつける。 蓋の外側には土や苔がつき、巣穴と周囲の区別がつきにくくなっている。このような巣は、トタテグモ類と共通である。ただし、トタテグモ類の場合、巣穴の内側すべてに糸で裏打ちしてあるのに対し、木村雲の場合は、扉と入り口付近だけが糸で裏打ちされている。これは、木村雲が原始的な雲で糸を出す能力が十分でないためとも言われる。雲は、 巣穴の入り口で待機し、近くを昆虫などが通りかかると、飛びかかって捕らえ、巣穴に引き込んで食べる。東南アジアの金縁族では、穴の入り口から受信糸という糸を地表に放射状に貼り、そこに接触した餌に飛びかかって食べるものがいるが、木村雲はこれを作らない。成熟したオスは、巣穴から出て、メスの巣穴を探す。巣穴を見つけると、入り口で、 巣穴の蓋を一定のリズムでフレッシュを使って叩く。この時メスの攻撃がなければ、オスは巣穴に入り降雪を行う。オスはその後しばらくメスの巣穴に止まるが、その際メスに捕食されることもある。キムラグモの幼体は、他のクモ類の幼体が行うバルーニングをしないことが知られており、これが多くの固有種を生む原因の一つとも考えられている。 木村雲の名前は発見者にちなむものである。当時まだ高校生だった木村ゆが1920年に鹿児島県で発見し、標本を送られた岸田久義が1923年に記載、木村に学名とは名を、懸命した。木村は後に植物学者として、なおなし、東北大学を舞台に、柳の分類で大きな業績を上げている。当時、 ハラフシグモ科の雲は東南アジアから4種発見されていただけで、どれも最終困難なものば、アグモ学会はシンボルマークにこの雲を使っている。その後九州以南の各地で分布が確認されたが、すべて同一種と考えられていた。ところが木村雲の配偶行動を研究していたドイツのハウプトが沖縄産のものの行動が全く異なることを発見し、 研究の結果、これを別種沖縄木村グモヘプテシーラ西平井として発表した。この学名は標本を提供した沖縄出身の生態学者で琉球大学理学部で長く教鞭を取り、主に海洋生物学分野の生態学で業績を上げた西平森高に懸命したものである。これを契機に研究が進んだ結果、各地で種文化が進んでいることが判明した。 当初、木村雲は日本では、九州南部から南西諸島にかけて分布するとされたが、常実のように、複数種が含まれていることが判明した。また分類も木村雲族と沖縄木村雲族の2、族に分けられた。現在、木村雲族は9種に、沖縄木村雲族は7種に分けられている。それについては族の項を参照されたい。種名キムラグモヘプテシラ,キムライは 熊本県東部、西部及び南部、大分県西部に分布する。他の種とは、形態的には、大差がなく、オスのフレッシュ先端の生殖器とメスの生殖器の違いで、分類されている。深海、P10 キヌマ P80 から81キヌマ、P19。ありがとうございます。